プロ野球の戦力外通告期間が1日に終了した。第1次、第2次と合わせ、今季も12球団で100人を超える選手が通告を受けた。8日には12球団合同トライアウトが開催され、終了後に新たな移籍先との交渉が解禁となる。今回は成績などをもとに掘り出し物となる可能性のある選手をピックアップする。広島の阿部智浩内野手は今季は1軍出場なしに終わったが、ウエスタンリーグでは37試合の出場で打率点.368をマークした。昨季は85試合で打率点.252。一塁、二塁、三塁を守った貴重なユーティリティプレイヤーだった。2007年高校生ドラフト1巡目で入団した33歳は、広島一筋15年で通算700試合出場と実績は十分だ。同じくユーティリティプレイヤーといえるのが DeNA の倉本俊彦内野手。2017年には全試合フルイニング出場。年々出場機会を減らしたが、二塁、三塁、遊撃を守る貴重なバックアップ要員でもあった。楽天の鎌田義直投手は2011年ドラフト2位で金沢高から入団し、1年目にいきなり7勝を挙げた。2014年に右肘のトミー・ジョン手術を受けたが、2016年には再び7勝をマーク。白星は2019年以来遠ざかっているもの。まだ29歳で再起する可能性は十分にある。2015年ドラフト1位巨人の櫻井俊樹投手は、今季は8試合の登板で2勝、防御率は 14.04 と不振。しかし、イースタンリーグでは35試合で5勝0敗、防御率 2.36 という成績を残している。楽天の福井優也投手は2010年の広島ドラフト1位。2018年オフにトレードで楽天へ加入し、今季は11試合の登板で防御率 4.09 に終わったものの、同リーグでは20試合で防御率 1.37 と圧倒的な数字を残した。DeNA の宮本周明外野手も1軍では29試合で打率点.139と高い、壁に阻まれたが、同リーグでは52試合に出場し打率点.347、16盗塁と躍動。持ち前の俊足を必要とする球団はあるだろうか。